内田隆雄のノッカーチャンネルです。今日の、中谷潤人対ペッチ・ソーチット・ファンターナの、WBC バンタム級、タイトルマッチ、感想です。まあ中谷選手、6ラウンド KO というかもうね強すぎますマジでもうね、いやこの相手を、いやこの相手もペッチ選手も77戦76勝で、2018年に井上拓磨選手とやって判定で負けただけなんですよ。で77戦やってダウン経験が1回もないとの選手をまあ2回倒して6ラウンド KO しちゃうんですけども、いやめちゃくちゃ強いですね。なんか離れててもジャブがバシ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 飛んでくるし、くっついたと思ったら右アッパーとか左アッパーとか飛んでくるんで、で中谷選手ね、マジでフックとかもこういうフックからこうなんか引っ掛けるフックとかしたりするんですよね。角度変えてうまいっすよね。頭がここにあるのあえて下気味に打ったりとか、いやもう嫌でしょうね相手からしたら。もう多彩なパンチを、はい、で離れたらジャブがパシパシ飛んでくるし、でちょっと突っ込もうとしたらストレート飛んでくるし、いやもう本当マジで強いっすね。近距離得意なら別にいいよ、近距離で。そうですよね。そうだから前からね接近戦もすげえ強いなと思ったけど、まあ今日のこの超タフな相手ですよ。もう結構序盤何発もいいパンチもらってたけど、ケロッとしたのにやっぱね一回効かしてから畳み込めた時のラッシュがすごいですね。効いたと思った瞬間の相手へのもう猛烈なラッシュ、あそこやっぱねこう彼のボクシングの強さというか面白さですよね。うん、勝負どころ絶対逃がさない、逃がさないですね、倒しきる。だここね、3連続 KO 勝ちですけども、まあ、前回はさらに1ラウンド KO だったし、まあますますちょっとね倒し屋にもなってきてるし、テクニックもある倒し屋、うん、で距離がねやっぱね すごいですね。中谷選手足のスタンスがめっちゃ広いんですよね、はい、うん、だから、まあ、スタンス広い分ステップワークがあんま踏めないんですよ。スタンス広い選手っていうのはトン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 って、その代わりドシッと構えてこうなんですか、スタンス広い分離れないんですよ。だから彼の場合はリーチもあるんでキュッとこう下げれるんですよね体を。だからで前足があると相手踏み込みづらいんですよ、この足が邪魔で。だそれをうまく使ってやってるんですよ。ただくっついた時もめちゃくちゃ強いんで、いやあそこはすごいですよね。くっついても強いっていうところが、くっついた時の腕の畳み方がうまいですね。スムーズですね、うん、やっぱブロックもいいですし、うわすごいなやっぱり。いや俺ねここ最近バンタム級で中谷選手がすげえやっぱ一番強いと思ってて、でランキングつけて、でその次は井上拓磨かな、まあその次が武井か西田かなとかいろいろ考えてましたけど、まあね、まあ昨日堤誠也がな井上拓磨に勝って、あ堤が意外とこれは評価がランキングで上かなと思っていろいろ見たりもして、で武井選手もねこの間も勝って、うん、いややっぱりこれ最後見ちゃうとやっぱり中谷選手かなとか思っちゃうんですよ。まあこれはもう本当、ね、人間誰しも見たその時の情報ですごい頭に入ってきちゃうんで、まあ本来ね解説というかこう分析するプロの僕らはそんなこと思っちゃいけないんですけども、やっぱそう思わざるを得ない強さを本当にね持ってきましたね。ここまでの内容倒しっぷり見るとちょっとやっぱり抜けてますかね。抜けてますね。あのラッシュの的確さとかすごいっすよ本当に。内山さんも身長に対してリーチが長いタイプ、はいはい、で中谷選手もそうなんですけど、そこをこううまく使ってる感じ。まあ中谷選手はやっぱもううまいんですよ。あ僕の場合はもうやっぱこううまさはないんで、もうリーチの長さとこうやりづらさでカバーした部分なんですけど、中谷選手の場合はやりづらいしうまいし、うん、すごいっすね本当に。まあ評判通り今のところバンタム級で1位って言ってただけのやっぱり実力をちゃんと周りには見せつけたなっていう試合でしたね。やはりこう今ねそのすぐこうなんですか、まあ、パウンドフォーパウンドじゃないですけど、いろいろバンタム級ランキングだけどこうみんな試合のたんびに変わるじゃないですか気持ちが。いややっぱこっちかみたいな、
やっぱ中谷選手はそこをねブレさせないところがすごいですね、うんうん、相手も相当タフで、いやタフですよ。だからまあだって77戦やって1敗だけしてダウン経験が1回もないって、いや結構なイカれた打たれ強さですよ普通に考えて。それを中盤で倒したんですからね。まだなんていうの、相手はまだ疲れてない状態、ダメージが溜まってない状態で倒すんだから、いやーこれはね本当すごい、もうすごいしか言いようがないです。うん、分かりやすく倒しますもんねそうですね、しっかりもそう綺麗に倒すじゃないですかね。なんだろうな、やっぱりこれはもう日本人のバンタム級っていうのは本当に今やっぱものすごく今もうね世界的に一番今日本が強い階級ですから、ああその中でやっぱ突出してるってのはすごいですね、うんうんうん、ただ分かんないですけどね、これで今度じゃあ中谷選手とじゃあ例えば誰か堤がやったでまあ結構いい勝負になったなと、あそうなると逆に今度中谷選手じゃなくてじゃあ2位は誰だろう西田かな武井かなとか、やっぱいろいろそういうのが変わって、まあ、だそれがボクシング面白いとかなんですよ。あもう誰が絶対強い、あその次は誰が絶対強いっていうんじゃ絶対面白くないんで、やっぱこうね気持ちが入れ替わるところがまたボクシングが重いところ、面白いところで、だからまあよくね、まあ、内山はなんか目が節穴だとか、ね、言ってくる人いるけどそういうもんなんですよだから面白いんですよ、わかります。俺の予想が全部当たってたら面白さも何もないですから、いやそういう分からないところが面白さなんですよ。まあでも別に全然いいですよ、もうあのアンチコメントある人も全然いつぶってきていいんで、僕はちゃんと真摯にあのちゃんとそれは聞き入れて、あの別にイラッとすることもなく真摯に受け入れてるんで大丈夫ですだからこのね、まあそうまとめすると、まあ中谷選手の強さはやっぱりあのリーチもあるんですけども、まあまずあのジャブの使い方、あとまあくっついても離れてもパンチの多彩さで、行くところの行くその見極めとか全てにおいて、やっぱりもういやもう彼はパウンド・フォー・パウンドのランキング上位にね、あの全階級含めたやつのねに入っても俺はいいぐらいかなと。やっぱ今日の見るとやっぱり井上尚弥と戦えるのは中谷潤とかだってって思わせる、思わざる得ない試合でしたね。うん、確かに見てる時に井上選手だったらどうなんだろうみたいなことをちょっと、うん、思いますもんね、うん、あの距離をどう潰すんだろうと井上選手だったら。そうだ、そこをねちょっとやっぱこれはまあがぜん今日の見てやっぱり井上尚弥対中谷潤と見たいなって本当より強くなりましたね、うんうん、まあはいはい、まあでもねこれでもいないでしょバンタム。そうですね、だからいないっつってもだから結局もう日本人しかいないわけじゃないですかそうですね、うん、だからもうその中で次は誰とやるかですよね。だから天心対中谷潤って面白いと思うし見たいじゃないですか。西田選手とかもね、まだ西田選手だって強いし結構空いてますよね、はい、試合がやっぱ見たいっすよね。いや西田選手の試合そろそろ見たいですね。今西田選手がどのくらいのその日本人だから位置なのかっていうね、うん、あれ中継の中で中谷選手左痛めたんじゃないかみたいなことも言われてましたね。まあでも確かになんか打った後に、まあ、ちょっと手こう左当てると必ずこう手をちょっと一回下ろすんでなんかあるのかなと思ったけど、まあ何もなければいない一番いいんですけど、怪我さえないであってくれればまた試合が見れるんで、うん、まあねそんなことで、まあ、中谷選手もちょっと最後にこの2日間の世界タイトルマッチの、ね、総集編でやはり最後にメインイベントに2日間の最後のメインイベントに来るだけの男ってものはやはりそういうものを見せつけるんだなと思ったし、いやこの2日間本当に良かったです。面白い試合、まあね昨日のね堤聖也対井上拓磨の試合もめちゃくちゃ面白かったし、まあ今日のね那須川天心選手も面白かったし、あとはうんまあいっぱいケンシロウの試合も面白かったし、岩田翔吉選手の試合も面白かったし、まあ、いっぱいいろんな試合も面白かったんでまあこういったねまたね盛り上がるねあのボクシングのイベントをね興行試合をねまた、プロモーターにやっていただきたいと思いますので、ぜひね皆さんボクシングをねまたたくさん見ていただいて、お前の考えはおかしいとか言ってくれても全然それもまた味があっていいですし、まあまあそういうことは僕は全て受け入れてるんで、どっかのなんとか
なんとかヘレンタインでしたっけ、バレンタインでしたっけってやつは、ね、すぐ文句ばっかり言ってますけどね、まあまあまあ、そういうことでまた本当に今日2日が面白い試合でした。それではね、また皆さん次の試合が楽しみにしててください。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。